中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。リンカスアズール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリンカスアズール、花に立ちます。その後ろからはアグネスサッシュ、この馬も上がっていく構えです。さらにはアグネスオリーブ、栗色の馬体、サンオージャスミン、その後ろアグネスサッシュ、先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、大きく離れました。成田クリーム、これに続いてフェルズレスト、並んで12番アグネスアラモード、すぐ後ろにマチカネコメディ、その外から豪快オルメック、さらにはスムーストーション、グロリアナバルサ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。内からはタランドサンライズ、青の帽子カムオンスリッピー、その後ろここにつけたのがアフターフリッター、ここでサンオージャスミン先頭に変わりました。まだ粘っています。アグネスサッシュ、ほとんど差がありません。アグネスオリーブ、3番手スパークオブケプト、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアグネスオリーブ、離れてアグネスサッシュ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アグネスオリーブ先頭、後続も横いっぱいに広がっている。アグネスオリーブ先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってグロリアナバルサ、スパークオブケプト抜けた。2番手はグロリアナバルサ、スパークオブケプト1着、2着はグロリアナバルサ、3着にタランドサンライズ、1番人気に応えましたスパークオブケプト、見事です。中京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ビオラコンサート、好スタートを切りました。エバーハーヌ、この馬も好スタートを切りました。18番エバーハーヌ、行きました。エバーハーヌ先手を取りました。内からはビオラコンサート、白の帽子アドマイヤームス、その後ろその外に青函サマー、その外からマチカネシャッセ、バイオフリージング、そのうちに続いています。その隣にスピニングフランク、その外にバイネルオプアート、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はビオラコンサート、さあギブンパーフェクト上がっていきました。2番手はアドマイヤープス、間を挟んでギブンパーフェクト、3番手ラブポモラ、この位置から届くのか。さあいよいよ直線の攻防、ビオラコンサート先頭、外から勢いよくアドマイヤープス先頭、ビオラコンサート2番手、手応えはどうか。残り 200m、 一気に後続が差を詰める。2番手はバイオフリージング、アドマイヤープス先頭だ。アドマイヤープス、アドマイヤープス1着、2着にはどうやらバイオフリージング、3着にラブポモラ、見事に勝ちました。アドマイヤープス。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。
スタートしました。長野ペターボ、ちょっと出遅れ。まずは先行争い。フライトスナイパー、前に行きそうです。フライトアパレル、競りかけていきました。先手を取ったのはフライトアパレル。その外にセシルサーチ、その隣にハッピーオーバー、内からはレイクビュンス、アフターパリス、合意の一角並んで10番ナムラウェーブ、大ミネラル、上がっていきました。その後ろからは長野ペタード、これに続くのがトーセンスウェブと、すぐ後ろにスウェイルダンフィル、その後ろにアンジェラジレッド、その後ろにクリームサーチ、その外からグラントターラ、ピンクの帽子セシルアパレル、その後ろ隣にはプロジスト。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。6番フライトアパレル、依然として先頭。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてセシルサーチ、並んで10番ナムラウェーク、アフターパリス、後位につけますダイミネラル、そのうちに続いています。並んで13番ハッピーオーバー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外にレイクブンス、フライトスナイパー、すぐ後ろ並んで5号長野ペターロ、すぐ後ろにトーセンスウェブト、その後ろにグラントコアラ、並んで5番アンジェラジレット、すぐ後ろにセシルアパレル、並んで前走であっと言わせたスウェイルダンフィクリームサーチ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてフライトアパレル、ナムラウェーク、ほとんど差がありません。セシルサーチ3番手、8番アフターパリス、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はフライトアパレル、ナムラウェーク、その後ろセシルサーチ、続いています。離れてハッピーオーバー、並んでグラントコアラ、アフターパリス、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フライトアパレル先頭、外からセシルサーチ、後方からセシルアパレル、フライトアパレル先頭、残り 200m、 先頭は変わってアフターパリス、後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。アフターパリス圧勝、今ゴールイン。2着はトーセンスウェイト、3着にフライトアパレル。まずは前哨戦を制しましたアフターパリス、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ナイスバーター、前に行きそうです。セイウンレビュー、それに続いています。さらにはトレボロレイブン、4番ファイネルソフト、その後ろセイウンレビュー、先手を取りました。成田ロッジ、そのうちに続いています。緑の帽子アルカファミング、いい位置につけました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで10番ソウルスラップ、その隣にトーセンアラウド、すぐ後ろにジャンボウイン、黒の帽子東海プロキオン、その後ろしんがりからオートリテール。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。前走であっと言わせた成田ロッジ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は成田ロッジ、2番手はトレボロレイブン、間を挟んでソウルスラップ、3番手栗色の馬体アルカファミング、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は成田ロッジ、さあいよいよ直線の攻防。成田ロッジ先頭、リードは2馬身から3馬身、ソウルスラップ、足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、 ソウルスラップ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はナイスバーター、ソウルスラップ先頭だ。ソウルスラップ、ソウルスラップ1着2着以下は混戦です。ソウルスラップ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。
Thank you.